底辺人間が、背伸びして、かっこつけてリンクトインとかを使ってると、ちょっと怖い思いをするんですね。ちょっと今日私初めてね、怖い思いしました。ちょっとね、こういう文章が来たんですよ。私どもは日本人の通訳を、日本語の通訳を探しています。契約ですかね。で、ネバダ州のレノ。で、もしあなたかまたは、あなたの知ってる人で興味のある人がいたら教えてください。で、これ私ですよ。このちょっと茶色いやつ。これ私ですよ。興味があります。しかし私はメリーランドに住んでます。で、もしも ATA のディレクトリーって名簿ですかね。ATA っていうのはアメリカントランスレーターズアソシエーション。アメリカ翻訳者協会と言って、一応翻訳と通訳両方とも、やってるというかね、私はメンバーじゃないですけども。で、この、アメリカ翻訳者協会の、名簿はですね、コンピューターで誰でも見れるんですよ。でも、スマホでは見れないと思うんですよね。だけどね、こういうこと言うと、最底辺のおばさん、私は、スマホでも見れたよって、ちょっと言われちゃうかもしれないんですけどもね。で、その名簿を見れば、ニューヨークに誰が住んでるとか、ネバダ州に誰が住んでるってわかるはずなんですよ。で、そしたらですね、これは契約です。で、彼らはあなたを飛行機に乗せて、あなたをマリオート、ミュ、ミューティレーション、ミュ、ミューティレ、えー、で、それからシャトルバスで、仕事に、乗せてあげるってことですね。で、その後、send you back home to Maryland で、何これ、マリオート。で、この、マリオートって、なんかこれ、これの、マリオート、ミューティレート、ちょっと怖くないですか、これ。民泊の、あれみたいですね、なんかね。ちょっと怖いっす、これね。で、それから、で、あなたを飛行機に乗せて、リノまで連れて行って、その後、シャトルバスでお出迎えしてとか言うから、私こうやって、ベリーナイスってこうに書いたんですよ。そしたら、send resume to 誰々、we can talk about the position and your skills then, thank you. で、私ですね。ね、なんて言ったんだろうな。で、なんか、そしたら、これ私ですよ。私の履歴書はノート型パソコンにあります。で、後でね、パソコンに触る機会があったら送ります。で、さあ、はい、教えてください。で、それでですね、ちょっとこれ、変なこと書いてないかな。で、私は E メール送りました。添付に送りました。で、司法通訳の、履歴書と40時間による医療通訳の、オンラインの授業でこれ終わりましたよっていう、なんかちょっとサーティフィケーションっていうとちょっと大掛かりに聞こえますけどもね。で、今年の10月にはバージニア州の裁判所通訳の、授業に全部出ましたってことを言ったんでしょう。で、来月はメリーランド州の裁判所通訳の申し込みが始まります。で、その次には DC の、通訳の、テストっていうか授業っていうか、それも受けようと思います。で、それが終わったら、その ATA、そのアメリカ翻訳者協会。で、これトランスレーターって書いてありますけど、通訳者、インタープリターも一応この中に入っているんですよ。ディビジョン的にね。はい。で、そしたら、文句言ってきたんですよ。最底辺のおばさんの、履歴書は、リンクトインのプロフィールと、ちょっと違ってますよって。あなたが働い、あ、あの、最底辺のおばさんが仕事恵んでもらっている、このアダストラとかリバティランゲージとか、そういうの載ってませんよって言うんですよ。で、私はこう言ったんですよ。一枚のページに、全部、書こうとしましたって言ったんですよ。
で、結局こんな日本人、ネバダ州だったら、ラスベガスに何人かいませんかね。そしたら、そのレの RENO、そこまでだったら、マイレージとか払えばいいし、なんでわざわざ、東海岸にいる私に声をかけるんだろうとか思うんですよ。で、怖いのこれですよ。怖いのは。どうだっけ。この、見てください、これ。マリアートってホテルのチェーンですよね。で、これマリアートって言ってますけど、民泊でよく聞く、これのことですかね？ミューティレーションのことですかね？これね。で、こんな風にされたら、どうやって私家に帰るのってことになっちゃうじゃないですか。片道切符ですかね？地獄への片道切符かなとか思うんですよ。で、それでちょっと心配だったんで、履歴書を、履歴書は、書いたんですよ。これ1ページだから、1ページなんですよ、これ、履歴書。1ページなんでね、どうせ読まないだろうと思って、まあ、一番関連のあるものを、関連のあることだけを書いたんで、まあ、すごい短いんですよ。で、これが私の名前ですよね。で、E メールアドレスで、リンクトゥインの、リンクですね。で、この E メールアドレスの上にあるものが電話番号ですよね。アメリカは国番号が1ですからね。で、この8020 Awalt Street Apartment The Six Sixes Pareto Maryland 12345。この12345が ZIP コードって言うと郵便番号みたいなもんですよね。で、この8020、8020っていうのが、ストリートアドレスですよね。8020。で、これすごい覚えやすいんですよ。で、この、Awalt Street。で、これの覚えるコツとしては、All women are like that. All women are like that. 女はみんなこうだって。こうやって覚えるともう間違いないんですよ。で、この ST、これはストリートですよ。サンクトペテルスブルグのサンクトとは違います。これストリートですからね。で、これもちゃんと6が6つ並んでるってことなんですよ。まあ、6階建てって言いますかね。で、the six sixes っていうふうに覚えてくれると分かりやすいと思いますね。はい。8020 Awalt Street Apartment Number the six sixes。こうなっているんですよ。で、怖い、なんか女性の場合、この8020、これを、消しちゃって、ストリートアドレスだけで送る人もいるんですよ。この8020を消しちゃって、で、あと、ついでにアパートの、番号も、これ、こうやって消しちゃう。こうやってですね。で、ここも、もうこ、あれ？ちょっと待って、はい。女性の場合、こうやって、番地を消したり、アパートメントのナンバーを消したりとかしてる人多いんですよ。で、私こうやって送りました。なんかマリアートホテルだか、ミューティレーションホテルだか、わかんないですけど、なんか怖いですもんね。実は無人民泊でとか、で、そうなるとちょっと怖いんで、で、大体私の、リンクトゥインの
写真って犬の写真なんですよ。見えますかね、これ犬の写真なんですよ。で、なんで私のところに来たのかちょっとわかんないですけれどもね。大体どこの会社も今、バジェットカット、予算がないないとか言って、もう、世界中の人が非正規雇用で働いてるのに、飛行機代だとか、ホテル代だとか、よくそんなお金あるなって、ちょっと思うんですよね。なので、ちょっとね、この文面に、見覚えのある方、どうぞお気をつけください。はい。では、こんなところでございます。以上です。ありがとうございました。